の裏ちゃんネクストは寿司をもたらす男武藤勇樹選手が登場。ガッテン寿司などを経営する株式会社 RDC の青木隆さんをゲストに迎え、それぞれのプロフェッショナルとしてのこだわりに迫る。さらに武藤選手が握り寿司にもチャレンジ。レッズレディースコーナーはロングフィードが得意な長島ひかり選手。長島ひかりです。彼女の素顔に迫るとともに、テクニックが試されるタイムトライアルにも挑戦。リーグ戦ここ7試合で6ゴールと絶好調の寿司をもたらす男、武藤勇樹選手。今回の対談相手は、寿司職人として20年以上のキャリアを持つ株式会社 RDC の青木隆さん。武藤選手のガッテンポーズでおなじみ、ガッテン寿司を経営する RDC は今シーズンからレッズのプレミアムパートナーとなっている。まずは武藤選手に寿司をもたらす男が生まれた経緯から聞いてみよう。最初は浦レッズに来る前の、はい、僕がベガルタ仙台に所属してた時の話なんですけど、もともとお寿司が純粋に好きで、はい、である時オーストラリアからこうベガルタ仙台に所属してたブコビッチっていうキーパーがいて、はい、で武藤がじゃあ点決めたら寿司をご馳走するよというふうに試合前に言ってて、で本当に僕が決勝ゴールを決めて勝った試合があって、そしたらそれをこう SNS を通じて寿司の画像を送ってきたんですね。で選手同士のやり取りを、それをファンサポーターの方が見てて、はいはい、武藤はゴール決めると寿司をご馳走してもらうらしいみたいな。でブコビッチ日本語喋れないんで、うん、翻訳機能を使って送ってきてて、なるでそれでなんか多分寿司をご馳走するよって意味を翻訳したら寿司をもたらすって一言送ってきたんですよ。でそれを見たサポーターが面白がって、寿司をもたらすらしいって言って、まあ、じゃあこれからは武藤は決めたらサポーターも寿司を食べよう、食べると。でそこからなんかこう寿司をもたらすっていうのがまあ始まりだったんですけど、浦和に移籍してきてからまあ、ゴールをたくさん取れるようになって、うんうん、でまあサポーターの方たちが武藤は寿司をもたらすらしいと、はいはい、じゃあ浦和でもやろうと、でそこからこう今に本当に盛り上がってくれて、まあ、今に至るという形なんですけど、はい、僕だけの話しちゃうと、ずっとこのお寿司の握る現場にずっといたので、試合とかを観戦しに行く機会がなかなかなかったんです、どちらかというと。だから、なんだろう、まあ、本当に作り続けてた側だったので、ところ無意識にもしかしたらもたらしてたのかもしれない。その試合後に確かに赤いユニフォーム着た方がここのお店を僕立ってた時もあったので、たくさん今日は勝ったぞって言いながら入ってきて、あ勝ったですねみたいな感じだった。そうなると。あの時からもたらしてたんですね。そうですね。そうです。僕が来た時に知ってました。僕が寿司をもたらす男だってことは。それは知ってました。あ来た時から知ってくれたんですか。あそうなんですね。だいたい知ってるんですか、サッカー見てる人は。いやそうですかね。そうなんですかね。まあでもコアなサポーターの人は知っててくれたんですかね。僕は多分寿司屋だったっていうことは、多分そのネタは多分歩いたと思います。あの社内の人間も含めて。あそうなんですね。はいはい。まあ本当かどうかわかんないですけど、噂ではこう。スーパーのパック寿司が売り切れたとか、ファンサービスの日に僕お寿司屋さんで働いてるんですけど、うん、武藤さんのおかげでレッツの日も来てくれてる、来てる人が来てくれますっていう風に、どこまで本当に貢献してるのか分かんないですけどもうそういう風に言ってもらって、みんなが寿司食べるために頑張ってっていうんで、うんまあ、若干プレッシャーを感じつつ、はいはいまあ、みんなのためにゴールを決めたいなと、埼玉県のお寿司のために決めたいなっていうふうに、まあ、思ってましたね。でも、はいはい、まあそうです、うちも埼玉会社なんで海なし県じゃないですか。海なし県だけでお寿司を出そうっていうのが結構開業当時から一生懸命やってきたことなんで、はいまあ、その人たちがお寿司を食べる機会を作ってもらえるというのは非常にいいことだと思います。お互いに、はい、お互いにいや、いい関係だったら、はい、嬉しいです、ね、はい。では RDC がレッズのパートナーとなったきっかけとは。弊社の方が、去年一昨年ですかね、一昨年末でちょうど創業30周年という節目を迎えまして、去年度がまあ31周年目のスタートというところで、まあ第二創世期と位置づけてたんですね。それでまあみんなでこう次はどうしていこうかしようかっていういろんなまあ
飲食業に携わる、プランはあるんですけど、その他でもなんかもっといろんなこと貢献できることないかっていう、まあ、うちのトップの代表のですね意思がありまして、何かないか何かないかっていうところで、ここで同じまずそのイメージカラーで、うちのコーポレートカラーが赤だっていうことと、浦和レッズというのレッドの赤と、あとはまあ同じ埼玉で、これあと思想的に歌みんなで共鳴したのが、まあ、埼玉から世界へ、まあ弊社もあの海外出店というのを結構積極的に一生懸命頑張ってまして、やっぱり世界に日本の食文化を広めるっていう企業理念もあるので、まあ、それを一環としてやっぱ埼玉から世界にっていうキーワードが社内ずっとあって、それまさに去年の浦和レッズがアジアのチャンピオンになって、もうすごいいろんなことがリンクして、うん、それでもうこれでもう浦和レッズを応援しようと、地域そこに少しでも貢献できることないかやっていこうっていうところからまず第一歩が踏み出されていって、もううちもやっぱり最初の基幹業態が寿司だったということで、あのやっぱこれ大切なものなので、じゃあ寿司キャラで通ってる武藤選手をと一緒に何かしようとっていう、まあ最初きっかけあって、いやまあでも本当にこう周りからは確かにお寿司屋さんがスポンサーについたら面白いねっていう風には来てたんですけど、はいはい、まあ、正直、まあ、まさかなと僕のその寿司のキャラというか、あの寿司ネタでそこまではないだろうと思ってたんで、本当に話が来た時はびっくりして、本当に寿司屋がついに動いたかみたいななりましたし、あのまあそういう風に言われてて、あのそこから一緒になって盛り上がっていけるんだなっていう風に思うとすごく嬉しかったので、もちろんさっきもおっしゃってたように、まあ、同じ埼玉ってところで、はい、そうですね、あのお互いこう良くなっていけるんじゃないかなってのはでもすごく感じました。そうですね、はい、共にお客さんを意識しなければいけない職業、スペシャリストとして心がけていることは。そうですね、まあ、やっぱりプロとしてはこうサポーターあっての選手、見に来てくれる人がいなければ僕たちが何の取り上げられることもなく、ただそこら辺で、まあ、サッカーしてるのと一緒なので、まあ、やっぱりプロとして見に来てくれる人がいて、その人たちに僕たちが何かを見せないといけなくて、あのそういうところで、まあ、もちろん結果にこだわりたいですし、僕のプレーで何かを伝えたいっていうのがあって、やっぱり子供の時に見てたプロサッカー選手っていうのは、はい、やっぱ僕に夢を与えてくれてたんで、まあ、僕はこうなりたいなっていうのをすごく、まあ、ピッチでもテレビを通してでもプロ選手を見ていて、まあ、僕もそうなりたいっていうのがあるので、まあ、やっぱり、来てよかったなっていうふうに思ってもらえるように、まあ、手を振るのが、まあ、いいとかいうのではなくて、やっぱり負けてるとなかなか今度はそれに応えれない時もあるので、やっぱり試合に勝つことで、あの勝った時のあの雰囲気っていうのを共有できるのが素晴らしさだと思うので、やっぱり結果にこだわって、一番はゴールを決めて皆さんと喜びの時間を共有できるっていうのが、まあ、いいところなのかなとは常に思ってますね。もう修行時代からやってずっと、まあ数年前までがっちりやってきたんですけど、食べ物っていうのはやっぱり生きていく中で欠かせないっていうことが、まあ、まず根底にあって、まあ、衣食住のあれの一つなんで、そのやっぱり食べることってすごい重要で、お寿司僕が握ってる立場から言うすると、やっぱりその美味しいものを出すことは前提で、やっぱ美味しいお寿司をお家で作れないものを食べに来ていただいてるわけなんで、やっぱりそれをなんだろうな、やっぱりちゃんとやるってことはすごく大事なんですけど、それでやっぱりどこを目指してやったかなと思うと、やっぱり最後にもちろん私たちお金いただいてお寿司を提供しているので、こちらがありがとうございましたって最後お見送りするんですけど、でも本当に満足していただいたお客様には向こうから本当今日ありがとうねって逆に言われるので、やっぱ最後ありがとうねって言われた時はやっぱり、あ、僕今日はちゃんとできたなと、うん、それこそやっぱりこれじゃこれが初めてプロだなというのはやっぱり思ってますね。でも絶対近いものがありますね。ありますよね。ありますあります。本当に、まあ、僕たちも試合に、はい、ホームもそうですけど、アウェーだったり、うん、まあ、ACL だったら海外にまで、はい、やっぱ時間とお金をかけて来てくれて、はい、で応援してくれて、で僕たちが活躍したらそこに対してありがとうっていう風に言ってもらえるんで、そうですね、そうですね、僕たちはそこまで来て後押しをしてくれて、こっちがありがとうなのに、うん、本当に笑顔でいやありがとうって来てよかったっていう風に言ってもらえると、すごく、まあ、仕事をしたなっていうか、サッカー選手冥利に尽きるというか、うん、もっともっと頑張りたいなっていう風にやっぱ思いますよね。そうですね、そうですね、はい、
では絶対に負けたくないと思うようなライバルはいたのだろうか。まあ、寿司っていうのを握ることとか魚切るっていうことの原点があって、それ最初始めた頃ってその当時先輩とか上司というかその上の方々がもうそこそこ切ったりしてるのを見てて、俺いつになってあんなことができるんだっていうところからやってて、多分俺できないんじゃないかなって多分思ってたんですね。だから本当のライバルって結構自分かなっていつも思ってるところがあって、結局そこから正直毎日も明日やめてもう来るのやめようとか、なんかこう辛くてでうまくいかないし、上手になかなか逃げれないし、上手に魚切れないし、だけどもうやっぱりもう辛いし明日はもう来ないでやめ、来ないでもうやめちゃおうって毎日のように思った時代もあったんで、本当ライバルはやっぱり自分かなっていう。また数字が出づらいじゃないですか、はい、やっぱサッカーとかと違ってゴール数とか分かりやすいものがあるとライバルも作りやすい場合あるんですけど、はいはいはい、なかなかお寿司を握るのに、そうですね、誰に勝つっていう基準もすごい難しいですね。そうですそうですね、人によって美味しさってやっぱちょっと違う部分もあると思うんですし、はい、だから、例えばそのテレビチャンピオンみたいな番組で競うってのされちゃうと、まあ、負けるわけにいかないっていうのはその一つの戦いにはなるんですけど、はい、日々営業の中でのやっぱりその美味しいお寿司を作って提供するっていうことに関してはやっぱり自分がちゃんとしなきゃいけないというか、もう自分の頑張り次第なので、やっぱり自分の本当に気持ちメンタルも含めて、まあ、体調管理も含めてちゃんとしないといけないから、やっぱり自分ですかね。まあでもずっと誰がライバルっていう感じではなかったんですけど、まあ一番はでもやっぱりチームメイトの同じポジションの選手は、まあ、どうしてもライバルにならざるを得ないというか、常に競争があって監督が誰を使うかって選ぶ中でそこに勝たないといけないので、まあもちろんまずは自分のプレーがどうなのか結果を出せるのかそこはあるんですけど、まあフォワードっていう面で考えるとやはりゴール数っていう分かりやすいものがあるので、いくらゴール以外の部分で頑張ってます、仕事してます、で自分の中で思ってる、まあ、監督もそう言ってくれると言ってもやはりゴールを決めないと納得ができないし、周りの本当の評価っていうのは上がっていかないっていうところがあるので、今で言ったらまあ僕は試合出させてもらってるんですけど、それでも興梠さんに負けたくないとかやっぱそういうところはありますし、まあライバルというか仲間が自分を高めてくれる存在であるのは間違いはないですね。やはり高みを目指す上で重要になってくるのは自分との戦い。でもやっぱり数字もありますし、自分の中でこれができるようになったとかはやっぱりあるじゃないですか、自分の中の段階が。でそれはすごく細かくて、もしかしたら周りで見てる人は全くわからないかもしれないけど、一つのプレーをとっても今までここうまくできてなかったけど今日は一ついいトラップができたとか、いいターンができたっていうのが、自分の中で、また支えになってうまくいかない時でもこれをじゃあ増やしていこうとか、そういうところがあるので、まあ特にまあ本当今年はそうなんですけど、点は取れなくて苦しいんですけど、自分の中ではまあ徐々にこうワールドカップのキャンプ明けくらいから内容自体はそこまで悪くないって個人的な部分はあったんですね。点は取れなかったんですけど、でまあ例えばボールを引き出すとか、リズムを作れてるとか、そういうところがうまくいかない中でも自分の心をしっかり保って自分のハードルをクリアしていけばいい方向に行くって信じてたので、今はゴールという結果が今度ついてきてやっぱ間違ってなかったなって思ってますし、まあただ自分の中で悔しい部分もあったので、まだまだこのゴール数では足りないと思ってますし、まあやっぱり自分をしっかり見てれば間違わないというか、腐らなければ絶対にまた成功できるっていうのはやっぱ思ってますね。ここからはレッズレディースを紹介するコーナー。今回登場するのは長島ひかり選手。まずは自己紹介から。浦和レッズレディース22番長島ひかりです。私のお気に入りはペットのモカちゃんです。性格がいいのとやっぱ顔が可愛いのですごく大好きです。いつもこの可愛さに癒しをもらっています。続いてはプレイヤーとしての能力が試されるタイムトライアル。リフティングをしながらコーンを回り
ドリブルからシュートまでのタイムを競う。長嶋選手、記録更新なるか。スタジアムでは私のディフェンスラインからのフィードを見てください。長嶋選手健闘しましたが、惜しくも栗島選手には及ばず。この記録を破る選手は現れるのか。続いては寿司をもたらす男、握り寿司に挑戦。まあとりあえずやってみましょう。一回背を少し全体にちょっと、はい、まずはじゃあ一旦これでこの辺りにちゃんとこう持ってて、で、はい、ご飯を こうやっていっていいですか。いいです、いいです。いや、マジむずいんだけど。え、ちょっと待ってください。めっちゃくっつくんですよ。え。これでもこれ、ここでじゃあ丸めるってことですか。ある程度そうですよ、軽く丸めてもらって、はい、で、わさびを人差し指でまずこう、やついてるんですけど。ちょっと待って、めちゃむずいで、さっき言ったようにまずはここで軽く、はい、軽く押さえて、押さえて、今度はネタが上側に切って、はい、そうですよ、そうですよ。で、横横で、こう、今度こうですね。まあ、ここで、もう一回転、半回転して、そうですね、今度もう一回横、はい、で、こうですね、横から寿司屋のポーズ、はい、全然ダメだ。まず青木さんに握り方を教えてもらって再度チャレンジ。すると、でいいですか。はい、まず置いて、そうですね、ここにまっすぐに こっちか、はい、さっきよりすぐ、さっきよりさっきよりすぐ、わさび、そうですね。え、はい、さっき、そうですね、さっきより前で返し、上ネタぐらいに、あ、そう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 ですね、横一回押さえて立ってやって、そうですね、そうですね、そうですね、でもう一回同じことをやります。で、一応基本がこれです。え、ちょっと上手い。ちょっと上手くないですか。え、結構良くないですか。いいですか。結構美味しそうじゃないですか。できちゃいました。コツをつかんだ武藤選手、続いての握りもできた。うまい。美味しそう。これとこれが多分こう同じ向きで並んで、そっちこっちから見てもらうと。え、結構美味しそうですね。じゃあいただきます。自分の、せっかくだからやっぱり自分で握ったやつを、出来立てを、じゃあいただきます。意外といい感じ。うん、おいしい。うん、普通においしいです。やはりまずネタがいいってところで、ま、ドミジョフ人生初の自分で作ってそれを食べる。自分で握れると思わなかったですね、まあ、こんな日が来るとは。ちゃんと教えてもらって。うまくこなした武藤選手ですが、寿司を握り続けて20年以上の青木さんに握っていただくと、素早い、スムーズさがもうすごいですね。いや、バランスいい。そうっすね、やはり僕のとは全然、あ、いいっすね、バランスがいいっすね。僕の倍くらいあったんだよ。やっぱ今回のが、そうですね、入れると分かるんですよね、ちょっと入って、そうなんです、そうなんです。こうやって比べるときってなかなかないと思うんですけど、はい、比べるとよく分かるんです。僕の起きてみてなんかもうモグモグしてあ、いいっすわ、やっぱりこれがプロか。うん、美味しい。普通に寿司食ってる人みたいな。異なるジャンルで高みを目指す彼らを成長させたのは反骨心だった。その僕のその恩師というか、まあ、この会社の創業の
代表というのが飲食業 の, その産業自体 の, その地位を向上させたいという志があって、そこが僕も結構なんていうんですかね、すごく共感できるところがあって、やっぱり言うなれば水商売とも言われてしまうので、なんかそれ今はあんまりそういうのがなくて、結構20年ぐらい前とまずそのなんかがそういうなんですかね、扱いを受けるというかですね、若い時一生懸命やってる時でもなんかこうすごい上からこうなんていうんですかね、意地悪までいかないんですけど、こう嫌な思いさせられたりとかも結構あったんですけど、そもそもやっぱその向上心っていうのはあった上で、ガッテン寿司でやってる時は本当に回転寿司っていうのはすごく今は世間では当たり前になりましたけど、当時は所詮回転寿司がみたいな言われ方もあった時代もあったので、やっぱりそこはもう僕たちで絶対変えてやろうと、だからグルメをのグルメの回転寿司を作ろうと、世の中にないものを作ろうって言ってきたのがガッテン寿司を、まあ、僕たちの思想で言うと、手の届く贅沢の追求というのがあったので、その高級のお寿司屋さんはもちろんそれはもう素敵なお店なんですけど、しょっちゅう行けないですから、もっと身近に少し手を伸ばせばいける、で美味しいお寿司がたくさん食べられるということを、まあすごく心にみんな持ってやってきたのが、まあそのなんて言ったらいいですかね、まあ、その向上心というか、まあさっきの話ですと、まあ周りの知らない方々に知っていただくにはそこというのを意識してやってましたね、はい。まあ、やっぱり一番は仙台から浦和に来るときはかなり周りからは行かない方がいいっていうふうに言われていて、まあもちろん結果を見れば仙台で大した活躍もしてないのに浦和行って出れるわけがないだろうっていうふうにずっと言われてたんで、まあそういうところではやっぱり変えてやろうって、その意見を僕の力で変えてやろうっていうのはすごい思ってたので、まあ仙台でうまくいってなかったですけど、まあ僕に自分自身に期待して浦和に強い気持ちを持って僕は来たので、必ずこうなんとかできるというか、うん、絶対にひっくり返せるっていうのは、まあ、思ってましたね、うん。まあ、ただ僕の中 の, その見られ方っていうところで言うと、そういう部分より、例えば試合で、まあ、例えばイライラして審判に当たってしまうとか、うんうん、相手に当たってしまうとか、そういう時の方がすごく試合終わった後に嫌で、妻とかからあの態度はないよとか、親があんなにあんた怒りっぽかったっけみたいなことを言われると、やっぱ熱くなっちゃって言っちゃう時もあるし、まあその親とかですら思ってるってことは周りの人は絶対思ってるわけじゃないですか。やっぱりプロである以上は、子供に対していいものを見せなきゃいけないと思うので、まあそういうところが今後もっと、僕も30になったので気をつけないといけないなっていうのは感じてるところですかね。確かに、はい、そうですね、まあ、やっぱり今いい選手というか、若くて勢いのある才能のある選手は海外に、行く傾向があるので、まあ、それは素晴らしいことだと思いますし、時代が変わってきて日本人の価値を高めるという意味では素晴らしいことだと思うんですけど、まあ、僕が行ってないんで偉そうに言うのもあれですけど、日本でも素晴らしいプレーっていうのは見せれると思いますし、全てを比べたらやはりヨーロッパの方がもしかしたらレベルの高い試合をしてるのかもしれないですけど、そうでなくてもワンプレーで感動させれるっていうのはまたサッカーのいいところではあると思うので、全員が全員海外に見に行けるわけではないですし、海外に興味あるわけではないというか、もしかしたら日本人だから応援してくれてる人もいっぱいいるし、地元だから応援してくれてる人もいると思うので、やっぱそういう人たちにそこの選手である以上は、責任を持って、いいプレーを見せなきゃいけないなっていうのはやっぱり感じてますし、まあこう見せれなければ、要は僕の仕事がなくなるだけなので僕が仕事をしていくためにも常に何か高いものを見せていけたらなとは思ってます。そうですね、やっぱりサッカーをする上で、体作りっていうのも重要で、みんなにパワーを与えるために、僕の一番大好きな食べ物はお寿司なので、お寿司を食べて頑張ろうと思ってますし、そういう意味では僕の、エンジンですね、はい、お寿司を食べてこれからもサイスターを走り回って、ガッテンポートして皆さんに、ガッテン寿司を届けれるように、はい、これからも頑張りたいと思います。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。そして対談終了後、
え？誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。お寿司の花束です。すごい。ありがとうございます。あと、怖い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 。すごい、めっちゃガッテンポーズしてる。すごい。初めて見ましたこれ。青木さんが特別に作ってくれたのは、背番号と同じ9個の手巻き寿司を使った寿司の花束。大好きな寿司で誕生日を祝ってもらった武藤選手、今後もガッテンポーズでスタジアムを沸かせてくれることだろう。